はい、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 ロシアのプーチンと中国の習近平がだんだんと、だんだんと仲悪くなってきてますよ。お,おい、近平、おい、近平、もうロシアはね、いろんなところから分断されちゃってさ、もう頼るのがさ、もう中国くらいしかないんだよ。もっと仲良くしようよ。俺、お前のこと大好きだからさってねプ、言うプーチンと、近平はですね、おう、おう、あの、いやいや悪くはないよ。悪くはないんだけれども、たださ、あんまりさ、お前と仲良くしてるのがさ、西側諸国に見られちゃうとさ、中国まで世界 のつまじき物になっちゃうんだよねまあもうすでにつまじき物みたいなもんだけどさだからさちょっと距離取ろうぜという形でですねロシアと中国に微妙な空気が漂ってまいりましたそしてですねこれねまたねこここでねこれプーチンがミスの動きが面白いんですよねえまさかのまさかの中国まさかの中国がですね自分たちから離れていこうとしているやばいやばい世界で自分たちの味方がいなくなってしまうああの国だあの国だったら今でもですねまだロシアのことをよく思ってくれてるかもしれないぞということでですねなんとロシアのプーチンが韓国にすり寄り始めました韓国にすり寄り始めました。 マジですかマジですかアホですかプーチン。いや、プーチンのことだから分かんないけれどもね。でもね、今ね、韓国にですね、あの、ロシアにするよ理由なんて何一つないので、アホなのかなプーチンという形でですね、え、プーチン瞑想、プーチン瞑想状態でございますので、え、ちょっと面白いからこの記事読んでいきます。どうも、闇のくばさんです。アホでですね、ウクライナ・ロシア戦争、ウクライナ・ロシア戦争ですけれども、え、なんとですね、これね、あの、ウクライナ側、ウクライナ側がですね、これね、あの、ジャベリンをですね、ついにまた手に入れたみたいでですね、ウクライナがですね、あの、ジャベリン無双、ジャベリン無双がですね、どうも始まっている ようでございまして今ね反転攻勢反転攻勢をですねロシアに向けてねかけているようでございますようん、頑張れウクライナという形でですねまあ、こんな感じでですねもうどこを見てもですねなんかなんかええ感じの話がないなというですねロシアのプーチンでございますが ちょっと面白いからさ、<laughs> 韓国にすり寄ってきたこの記事読んでみるね。で、ちなみにね、プーチンね、今日本のことは大嫌い。日本のことは大嫌いだそうでございますねあ。ロシアとですね、日本のですね、あの、平和安全条約ですよね。これ交渉を続けてるんだけれども、なんかね、日本がですね、どん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 アメリカ側にです、ね、4日っ,って、よ日かかっていて、アメリカとかウクライナの方ですよね、に、どん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 すり寄っていってるからですね、もう日本のことなんか信用しない。安全保障条約なんてですね、もうその交渉を続けられる状況じゃないわという形でですね、え、これねあの、日本政府も切れたんだけどね。ふざけるな プーチンとそもそもお前交渉続けられないのは日本のせいじゃなくて世界で大暴れをしているロシアのせいでしょうとプーチンのせいだろうと何に日本のせいにしてんのという形で,あのでも林官房長官が言い返したみたいなんだけれども、まあ、こんな状況が今の日本とロシアだよね。ででね 韓国とはね、なんか仲良くしたがってるんですよ。ちょっと読んでみるえ、プーチン大統領が韓国を高く評価。なんでかなえ、なぜかというと、ウクライナに武器を提供しなかったから、ということはですね、韓国はロシアの味方っていうことだよね、という形で、え関係回復に期待ということで、中国にね捨てられ、捨てられつつあってですね、ちょっとやばい。味方を増やさないとマジでやばいかもというですね、え、プーチンの焦り、ちょっと見てみましょうか。え、ロシアのですね、プーチン大統領は5日、え、サンクトペテルブルグで、え、各国の主要通信社の代表と面会をして、韓国がウクライナ紛争地域に、 武器を直接提供しないことにしたというですね。決定を高く評価しようじゃないかとしてえー、日本とロシアの関係を回復する準備ができていると述べましたね。<laughs> ウクライナに武器を渡さないってことは、お前ら武器余ってるよな。じゃあロシアにちょうだいってうそう。そういう話ですよ。これとんでもねえだろ。こいつな、えー、ウクライナのですね。支援問題をめぐって、えー、プーチン氏がですね。韓国を肯定的に評価をしたのはなんと初めてでございます。いや、そうそうですよ。あとさ、プーチンが韓国を褒めるなんて、みんな見たことある？ 俺ないよ。そもそも相手にしなかったよね。くじのサイズ的にね。その韓国にですね、擦り寄らないとやばいという状況があるくらい、ロシアってやばくなってきてんだね。 やったねやったねええこのような発言はですね、北朝鮮とロシアの軍事協力などによって、えー、韓国とロシアの関係の緊張が高まる中、先月の7日にですね、政権5期目に入ったプーチン氏が、韓国に友好的な態度を示して、関係改善の可能性を示唆者とした示唆の示唆したものとしてですね、注目をされていると。これもしかしたらですね、韓国を使ってですね、北朝鮮に対して何らかの工作活動をプーチンが仕掛けようとしている可能性というのはとても高いですよね。あの、韓国と仲良くするのが嫌だったら、 ですねえー、北朝鮮よと、えー、もうちょっとです、ね、武器をくれないか、もしくはです、ね、北朝鮮からロシアに渡った武器って、半分くらいが壊れて使えなかったみたいな状況があるでしょ、まあ、当てにしてたのに、何してくれるんだ、この北朝鮮のアホーがという形で、えー、当てつけのような形で,です、ねえー、これ韓国にすり寄ったという可能性もあるんだよね、なんか外交ってさ、なんか複雑そうに見えて、バカみたいだよね、本当ね <laughs> あ、どこだっけ、どこだっけ、えー、っと、どこ、あった、えー、プーチン氏はですね、 我々は、え、韓国とロシアの関係が悪化しないことを希望する。え、北、朝鮮半島全体と関連し、両国関係の発展に関心があるんだと強調。え、我々側ではですね、え、チャンネルが開かれておりまして、え、協力を続ける準備ができていると述べました。実際、韓国とですね、ロシアが仲良くなったら、一応は西側諸国、西側諸国との窓口を保つことができるという形もあるから、韓国栄養に利用されようとしているから、絶対に気をつけろよ、韓国。え、ね、一方、日本に対しては、ウクライナ危機に日本が介入しているのを見ているとして、ウクライナに対する 立場を変えない限り、日本とはお話ししません」とで、えー、強硬な態度を示したという形でですね、はい、日本完全に西側諸国の仲間割りだねこれでね。はい、プーチン氏とですね、主要通信社の会見は新型コロナウイルスの流行によってテレビ会議で行われました。2021年以来3年ぶりに開かれた、えー、連合ニュースのほかですね、AP やロイター、新華社、共同通信などが参加をしました。えー、連合ニュースからはですね、パクサンヒョン常務が出席をしたという形でですね、これね、要するに日本とはこれなんすよ。これなんすよ。ね。 でも、カンクとはこれなんですよ。で、その背景は、やばいんですよ んで、このね、あのね、ここ数日間ですね、あの、ちっちゃな記事でっていう状況ではあったんだけど、ちっちゃな記事でですね、中国とロシアって全然うまくいってないのかなっていうニュースがですね、実は結構相次いでいたんですよ。相次いでの。で、最近で有名なのはこれじゃないですか。中国とロシアがですね、あの、天然ガスのですね、パイプラインをですね、あの、作ろうじゃないかとねえ。で、ロシアからですね、あの、この天然ガスをですね、中国に効率的にですね、供給できる体制を作ろうじゃないかっていう話がですね、結構前から進んでたんだけれども、これ、ね 中国側がですね、ものすごい高い要望をロシアにね、わざとぶつけたみたいで、そんな要望を飲めるかっつうことで、これね、おじゃんになりそうもうこれね、この話ね、なんとね、こんだけの大事な話がね、なくなってしまいそうなんですよ。ガチで。あの、中国はロシアに対してですね、あの、ガスは買ってやるよと。えしかしですね、そのガスの販売の値段をですね、あの、ロシアの国内で流通しているガスと同じレベルの安さにしろって言ってきて、ゃそんなことしちゃったらお前、ロシアの方としては利益が全然ゼロじゃないゼロじゃないだからお前、なめ、何言ってんだ中国という形で、 この話はおじゃになりそう。そしてですね、それだけではなくて、中国系企業がね、ロシアから実はね、こっそり撤退してるという事実があるんですよ。あのね、多くのマスコミの中ではですね、あの、中国というのはね、ウクライナ・ロシア戦争が始まって、ロシアから撤退しなかった数少ない国であるっていう風にね、これこんな感じでね、中国系企業はですね、ロシアからとの撤退はゼロであると判明したという形で、やっぱり中国ってロシアの味方じゃんって言われていたんだけれども、ただその内実、その内実を見てみると、例えば有名会社、中国の、 ドローンで有名な DJI。これ知らない人いないよね。あの DJI はですねえ、ロシアからは撤退していないんだけれども、でもね、ロシア・ウクライナ戦争で自分たちのドローンが使われたらたまらないという形でですね、なんとウクライナとロシアに対してね、ドローンを販売しないようにした。とかね。あと、例えばみんな TikTok ですよね。TikTok 中国系企業のあの有名アプリ TikTok だよねえ。TikTok も、TikTok もロシアのユーザーによるですね、あのライブ配信であるとかですね、動画の投稿を禁止するという状況になってるんですよ。 こんな感じで撤退はしていないけれども、明らかにロシア市場から中国ってゆっくりゆっくり遠ざかってるんだよね。で、その理由っていうのはね、ロシアがですね、受けている西側諸国との制裁をですね、中国まで受けてしまったらもう経済的に立ち直れなくなると。 いうこれこの機感がですねこれプーチンをですねロシアから遠ざからせれているみたいなよねでその辺のですね話がですね上手にまとまっている記事があるのでこれをちょっと読んで終わりましょうかこれはねぜひねあのちょっと頭の中に入れといてほしいなと思います行きますよ中国とロシア経済関係の急変えき、ー、き習近平がですね再び同盟を裏切るかという話でございます行きますね中国とロシア間のですね経済貿易関係が急変をしておりますかつですね強固な同盟と見られていた中国とロシアではございましたが習近平の政策の変更や西側諸国の 圧力がこの関係を試練にさらしておりますと、え最近の動きにはですねえ、プーチンとの冷たい交渉、え中国企業のですね、えロシア市場からの撤退、そして予定されていた天然ガスパイプライン契約の破断などが含まれております。えー、さっき言った話なんですよ、これ全部ね。えこれはこのこの記事ではですね、これらの変化が国際政治にどのような影響を与えるのか、ちょっと深掘りしていこうじゃないかという話なんですよ。だからね、この記事ね、シンプルにね、面白いよ。 面白いよ。行きますね。中国とロシアの関係が急激に変化をして、以前は合意をされると期待されていた天然ガスのパイプラインの契約が破断になる可能性が出てきておりますと。それがね、さっきお見せした、こちらのロイターがですね、あの数日まで流したニュースですよね。これ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 ね。えそして、この動きにか応じて、中国商工銀行は、あ交渉銀行かは、ロシアとのですね、人民元の取引をなんと断っていると。これロシアにとっては痛手なんだよ。えさらにですね、アリババは、ロシアルーブルでのですね、支払いの受け入 それをですね。なんと停止ね。ルーブルうちでは使えませんとあのアリババが言っちゃったんですよねえ。ロシアへの商品供給もなんと停止をする中止をすると発表してしまいましたね。 ね、ロシア市場から撤退はしないけれども、徐々に徐々に遠ざかっているのがわかるでしょまた監視カメラシステムの大手企業でありますですね。あのハイクビジョン、中国系企業ハイクビジョンね。あのハイクビジョンも、なんと予告なしにロシア市場から撤退することを決定してしまいました。えー、20日前のですね、あ、日前のですね、えー、プ,あプーチンの六北京訪問でですね、あの、プーチン大統領は中国共産党の冷たい対応に直面しましたが、これは予想内のことかもしれません。えー、プーチン、習近平会談の終わりに、習近平が珍しく、 法要を求めたんですよ。これを知ってますこれ知ってますちょっとね、写真探してかれ方がね、あのね、あの、ロシアとですね、あの、プーチンと習近平が会談をした後にですね、あの、習近平っていうのはですね、一貫して、あの、冷たかったんだよね、プーチンに。冷たかったんですよ。ね。だからプーチンがですね、少しムスッとしていたんだよね。で、こういう状況のままですね、プーチンを帰らせるのは良くないということでですね、写真あったわ、それば。これ、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 ほら。これね、習近平の方からプーチンにギューって抱きしめに行ったんだ。法要しに行ったんですよ。したらね、ちょっとムカついてたプーチンがですね、一瞬身を固くするんだよね。あ、なんだ なんだけなんか、全然あったかい対応してくれなかったくせに、最後の最後でですね、この有効な姿をですね、世界に見せつけようとするですね、え、習近平なんかムカつくわという形でね、これ、習近平の方が抱きつきに行ってるけれども、え、プーチンは自分から言ってないでしょ言ってないでしょっていうね、微妙な包容がですね、全世界に流れたんだよね。これで、あ、あ、なんかやばいっていう話がですね、一気に世界に広まったよね。 で、えー、習近平が珍しく包容を求めた際、プーチンは少し躊躇したが、最終的にはまあ応じたと。えー、このシーンはですね、世界中のメディアがですね、注目をしました。えー、プーチンの躊躇はですね、えー、北京訪問が期待に応えなかったことをですね、示唆しているんだよね。もっと中国はロシアのことを助けてくれると思ったのに、習近平全然ちゃんと助けてくれないじゃないか。ね、あれあれ,れれ、西側諸国になんでそんなに、えー、配慮してしまってるのとん。ちょっと困るんだけど、ロシアがそれじゃ、という話なんだよね。えー、分析家たちはですね、えー、中国とロシアの関係が不安定で、たが に見捨てる事態が繰り返されていると述べているとえ習近平は西側の圧力を受けまして再び中国とロシア同盟を裏切る可能性があると今言われておりますはい、えー、アメリカ中国共産党に、えー、悪事の停止を警告とすごいすごいよねこれね、えー、交渉銀行とアリババロシアと距離を置く行きますね日経新聞の6月4日の報道によりますとアメリカ政府はですねロシア制裁の回避をですね支援している第三国の金融機関にもですね制裁を課す予定でございます、えー、中国のですね主要銀行交渉 銀行はロシアとの取引で人民元の決済を停止して その結果、取引量の約80%が一時的に提唱されるという事態になりましたえ。この措置はですね、ロシアの電子部品の調達を大幅にですね、これ困難にしまして、戦時体制の経済に大きな影響を与えている状況になってしまいましたね。だからプーチンは無カついてたんですよ。ねえー、大企業の取、ね、材によると,とに、匿名で話をした中国の商人によりますと、彼はですね、過去2、3年ロシアからエネルギーや原材料を購入していましたが、えー、約1ヶ月前から中国の国内の指示でロシアからの購入がなんと禁止 されてししままいましたその理由は銀行を通じた決済が不可能になってしまったためで、その結果彼らは小取引を他国に移す必要が生じてしまっていると。もうね、ロシアはですね、中国と直接取引で物を買いにくくなってきてるってことですね。え、最近ですね、中国共産党は金融面でロシアと距離を置き始めております。え、これはですね、欧米からの圧力が増しているためでございますね。え、アメリカとか EU がですね、あの、中国に圧力をかけているのは知っ,てる知ってるでしょうね。え、の報告によりますと、G7 と EU の国々はロシアに対する制裁を 避ける支援をしている銀行にどのように圧力をかけるかを検討していまして、これが6月の13日から15日に開催される G7 サミットの主要な議題の1個でございます。この状況で中国がロシアを支援している、中国の金融機関がね、支援しているっていう風になってしまったら、G7 のサミットでどんな処罰が下るかわかんないんだよね。はい。G7 サミットの準備期間には、ロシアのウクライナ侵攻を密かに支援している企業や、金融機関に対する制裁をですね、強化することで、G7 の首脳たちが合意をする見込みであると、これが習近平 5月の27日、アメリカのカート・キャンベル国務副長官は、ヨーロッパと NATO の国々は、中国共産党の行動に対して、共同で懸念を表明するべきであると述べまして、中国共産党の行動が、ヨーロッパの安定を脅かしていると私たちは考えていると発表しました。キャンベル氏によりますとですね、中国共産党のロシア支援というのは、一時的なものではなく、異表企業だけではなく、断続的で包括的な取り組みとして、中国の指導部の指示を受けて、秘密裏に行われているじゃないか。 西側四国に中国そんな目で見られてるんですよ。実際、すべて事実だろうけれどもね。これがまずい状況を引き起こすぞって、習近平をあやあこうあ焦らせてるんだよねえ。またですね、5月の28日、ホワイトハウスのダリープシンえ国家安全保障担当副補佐官はえ、アメリカと同盟国がウクライナ戦争での中国とロシアの危険な貿易を阻止するため、制裁や輸出規制の使用を検討中であると述べました。え次にですね、6月の1日に、ワリーア・アデエ、アデ、アデモ、アメリカ財務副長官がベルリンで行った演説 では中国はロシアに戦車やミサイルを供給しないかもしれないが、中国の企業や金融機関が支援しなければ、ロシアは兵器を大量に生産して、ウクライナとの戦争を継続するのは困難なんだと。だから、このウクライナロシア戦争を続けさせてしまってるのは、中国のロシア支援じゃないかということをもうアメリカが明確に言うとるんだよね。これが中国をね、苦しめているんだよね。さらに中国がロシアへのですね、軍民療養品の販売を停止しない場合、ヨーロッパの同盟国の安全が脅かされ、プーチンが NATO への挑戦 を強めることとになると警告をしましまたこの一言によって EU、ヨーロッパね、EU は中国を敵視し始めますね。ロシアがもしですね、中国の武器を使って、えー、EU を攻撃し始めたら、そらあんた、EU から中国への反発とんでもないことになるのはわかるでしょ。 ね。で、これをプーチンがやりかねないから、習近平は困ってんだよね。あアデエモ氏はですね、明確に次のように述べております。え、アメリカと EU は中国企業に対してですね、北京への明確なメッセージを送るべきである。え、それはですね、アメリカやヨーロッパとの小取引を継続しますかもしくは、軍民融合製品を提供して、ロシアを支援するのかの選択を迫るものでね、え、中国よとね、アメリカやヨーロッパで今後もお付き合いを続けるんですかそれとも、ロシア一択になりますか この選択肢を突きつけようとしてるんですよ。だからこの選択肢を突きつけられるのをですね、できるだけ遅らせる、遅らせるために、プーチン、今あんまり仲いいところを見せるのって良くないんだよって習近平は言ってるという話だよね。そんな弱気でどうするんだっつー、プーチン。っていうか,か,か、そういう感じでしょうな。うん。えー、どこだっけどこだっけえー、はい。この二つはですね、同時には成り立ちませんよ。当然ね、アメリカと EU は中国系企業が、えー、ロシアの軍事支援に加担をしている場合、その責任を問うために、制裁措置や輸出規制を施す準備ができていると中国を脅し しましたよしよし。えー、最近ですね、アメリカは、ブリンケン国務長官の中国訪問時に示した警告を実行に移すかのように、中国共産党に対して継続的に圧力をかけています。えー、中国共産党が行動を改めなければ、アメリカは対抗措置を講じるとしている一方ですね、えー、中国の企業は、ロシアとの関係を速やかに断ち切る努力を一生懸命今しているところでございます。これだから習近平がね、中国の会社にね、言ってる可能性すらあるんだよね、これ。 だからプーチンは、うーんってなってんだろうね。5月の28日、ウクライナのメディアは、アリババで中国のね、アリババグループの越境 EC サイト、アリエクスプレスがですね、ロシアのルーブルでの決済をなんと拒否するとね、わかるでしょうこれ。中国系企業のですね、EC サイトが、ロシアのルーブル、ロシアのですね、お金をですね、使えないような対応をしたんですよ。 こ,らいやだろこの件についてはですね、中国の複数のメディアが報道しておりまして、アリババからのですね、公式なコメントは何度まだ出ていないとね、どうしようどうしようという状況なんだろうね。え昨年ですね、ウクライナ空軍のユリ・イグナット報道官は、撃通されたロシア製のドローンの残骸を調査した結果、そのドローンはオンラインショッピングサイト、アリエクスプレスで購入された部品を使用して製造 やっぱり中国ロシアにに手を貸していいいいるじゃないかととうことが全世界に報道されてたんだよね、はい、中国の監視カメラあ製造大手のハイクビジョンは突然ロシアでの事業をなんと停止しました。よしよし、えー、!5 月の24日、ロシアの IT メディア、シー、C、ニュースによりますと、えー、ハイクビジョンはですね、えー、予告なくロシア市場から撤退して、えー、これによってロシアの顧客やビジネスパートナーが困難に直面しているという状況になってしまいました。報道によりますと、中国はハイクビジョン社のですね、えー、ロシア公式ウェブサイトに、なんと、 アクセスができなくなりまして、ソーシャルネットワークサービス、えー、この何て言うんだろうね、えー、の公式ページもですね削除されました。えー、ロシア国内のハイクビジョン社のオフィスへの電話はなんと無応答が続いておりまして、公式メールアドレスは機能していますが、記者からの問い合わせに24時間以内の返信はないと報告をされている。もう完全にハイクビジョン中はロシアから逃げ出してるんだよね。えー、ロシアのですね主要流通業者からの情報によりますと、ハイクビジョンはロシア市場から撤退したというと。 ねはい。え、で、そしてですね、えー、天然ガスの話だよ。え、中国とロシアの天然ガスのパイプラインが、のパイプライン契約がなんと難航しておりまして、プーチンが推進していた二つのプロジェクトも停滞しています。もうプーチンイライラマックスだよ、これ多分ね。え、プーチンと習近平の首脳会談の開催から20日も経たないうちに中国とロシアの貿易関係に大きな変化が今見られておりまして、これは非常に珍しい事態でございますとね。プーチンが期待をしていたね、中国とロシアの天然ガスパイプライン契約はなんと進展していないんです。 中国からのイチャモンによってね。ね。イギリスのですね、フィニアシャルタイムズが6月の3日に報じたところによりますと、中国とロシアは、パワーオブシベリア2のえガスパイプライン契約で交渉が今ね、難航してるんですよ。報道によりますと、モスクワっていうのモスクワはですねえ、北京が提案をする価格や供給量ね、あーこのあー量のガ,ガスをですね、いくらで売ってくれっていう,う交渉だよね。えー、ですね、これをですね、なんと不合理だと感じてるとね、中国が無茶ばっかり言うっていう話なんだよね。北京の提案する価格は、ロシアが 大きな補助金を加えた国内の価格に近いもので予定されている年間500億立方メートルの供給量のうちほんの一部しか購入する意向がないとされております。ロシアのですね、クレムリンのペスコ報道官は6月の4日に商業交渉は進行中で両国の リーダー間に政治的な合意があるため、商業問題は解決されるであろうと、え必要な合意に達することに疑いはないと述べましたえ。5月のですね、16日から17日にかけまして、プーチンは北京を訪れまして、習近平と広範囲な協力について協議をしました。情報数によりますと、プーチンは、 習近平にですね、三つの主要な要求を提出したそうでございます。これちょっと面白いよ、多分ね。1、天然ガスパイプラインの合意。2、ロシアでのですね、中国銀行業務の拡大。ね、とにかくね、金をロシアに渡してくれってことだな。そして3、中国のウクライナ平和会議の不参加でございますとね、これに行ってしまうと、中国は西側諸国に行ったとみなすぞと脅したわけでございます。しかし最初の二つの要求は、習近平になんと拒否されたようでございます。プピーアメリカの在住のですね えー、時事評論家、ト、えー、さんはです、ねえー、6月の3日、プーチンが習近平のですね、えー、他人の困難な立場を利用する割り込み商法に悩まされていると、えー、指摘をしました。し、えー、しかしですね 現在中国共産党はロシアの主要な顧客であり、プーチンは最終的に北京中国の要求を受け入れてしまう可能性が高いと述べていると、だからプーチンとしてはイライラするんだよ。なんでよ、もっとロシアに有利な形で交渉してくれないんだよ、中国。これで俺もう飲むしかないから飲むけどさ、うちの利益超少ねえんだけど、少ねえんだけど、これどうしてくれんのっていう状況が続いてるってことだね。他に選択肢が少ないためであるとね。習近平はこの状況を理解して、天然ガスパイプラインの交渉で一貫して強硬な姿勢を保っておりますとね。当時はまたですね、習近平 はプーチンを倒すことはないであろうが。<coughs> カレ <laughs> の支援をえ適切に調整することを前提にしていると。その目的は、えロシアとですね、ウクライナ、そしてえ、NATO との消耗戦を長引かせて、NATO を弱体化させる一方で、ロシアの力も添いで、最終的に中国共産党の影響下に置くことであるとねえ、これが習近平が目指す一石二鳥の戦略でございました。これ実際、間違いなく考えてると思いますよ。要するに、あの、NATO と中国のことで敵視している NATO と、あと、あロシア、この二つを戦わせて、お互いの体力を削りまくって、結局ね、 その果てにですね、NATO と中国はバチバチになっても中国の方が強い。ロシアと中国は万が一バチバチになったとしても中国の方が強い。そういう状況を習近平は作ろうとしてるんだよね。それにロシアは利用されていると。 で、分かっているけれども、分かっているけれども、どうしようもできないのがプーチンですと。え過去に中国とロシアは、互いに何度もお互いを見据えてきましたえ。習近平がですね、再び裏切る可能性はどのくらいでしょうかという話、え中国とですね、ロシアのえ近代史を振り返りますと、イデオロギーや戦略的な利益、国際情勢の変化など、様々な要因が影響しておりまして、両国間の関係というのは、相互不信と同盟配信を繰り返しております。1950年代の初めにですね、中国の、中国共産党とソ連は密接な同 同盟関係にございましたが、イデオロギーと戦略的利益の間で深刻な対立というのが発生をしました。え、ソ連のですね指導者フルシオフがえスターリンの個人崇拝を批判したことで、中国の毛沢東は不満を抱いて、これが中蘇対立の原因になりましたよね。1960年には、ソ連が中国に派遣していたすべての技術専門家を撤退させて、中国とソ連の関係は急速に悪化をしましたよね。で、1960年代半ばには完全に断絶をするという状況になりました。そしてその後、1969年え中国と とソ連の間の緊張がピークに達し、中国とソ連の国境のチンポ島で武装衝武装衝突というのが中国中国とソ連だよの間で発生をしていました。両国はですね国境地帯に大規模な軍を展開し、いつ戦争に発展するかという危機が常にありました。中国とソ連の間のですねこれ緊張が高まる中ですね中国共産党はソ連との同盟を裏切り敵対をしていたアメリカとの関係を改善してソ連に対抗したわけでございますね。中国共産党が行ったアメリカとのピンポン外交 はですね成功して1972年にはニクソンアメリカ大統領が中国を訪問するという状況にまでなりましたこれはですね中国とアメリカの関係の歴史的な転換点になりまして冷戦下のソ連にとっては最大の敵国同士の接近は大きな戦略的な圧力をもたらすという状況になりましたこの辺中国うまいんだよなでまあアメリカにも利益があったからこそこれアメリカが踏み切ったんだけどね <laughs> で、え、ベルギーに住むですねえ、中国のですね、法学者、え、これなんだっけ、えー、ド、ドゥオ、ド文氏だっけこれ、まあ、森さんでいいか、え森文氏はですね、え、今年の5月、習近平のえフランス訪問を含むですね、ヨーロッパ訪問について、中国共産党が国内外で直面をしている困難に対して、西側諸国の支援が急務であると指摘をしています。ね、え、この、ね、森さんはですね、中国共産党が西側にはですね、秘密裏に譲歩をしながらも、ね、ね、秘,西側には秘密裏にだよ、譲歩をしながらも、ロシアを支援し ヨーロッパとととの交渉で優位を確保ししようてていると述べております、えー、この森さんはですね、かつて中国共産党の高官、えー、こう、春夏の法律顧問を務め、ヨーロッパにおける中国共産党の戦略に精精通しております。えー、彼の分析によれば、習近平はロシアとウクライナ戦争の、えー、結果を受け入れて、ロシアの影響力が低下していることをですね、認識をしています。ロシアをこれ以上支持することは無益でも意味がなくて、中国にとっても、友倒れをしてしまうリスクがあるということを見抜いてるんですね。そのため、習近平は、ヨーロッパとの ヨーロッパの安全保障問題において妥協するという方向で動いておりまして結果としてヨーロッパヨーロッパ市場での中国製品の地位を保持しようとしているという形でですねこれ完全に習近平がですね徐々に徐々にプーチンを見捨てに入ってるんです <laughs> 見捨てに入ってるのでこれをなんとかしてプーチンは打開しないとロシアの未来ってないんだよねでそのねあのちっちゃなちっちゃないってだければではあるけれどもその一手として韓国に対してプーチンはね宗派を送ってきた というような状況でございますよね。えー、でも、もう一回う、もう、もう気持ちいいニュースでもう一回って、えっ、ー、とね、えー、ロシアの国内ではですね、ウクライナがですね、ついまたジャベリン復活、ジャベリン無双が復活しておりまして、ね、反転攻勢、反転、あのピュンってピュン飛んでる、ピュンって、反転攻勢を仕掛けておりまして、えー、ね、一回ね、あの、ロシアに一回ね、ウクライナも押し込まれていたんだけれども、またそこからですね、押し戻しているという状況みたいですよ。頑張ってね、ウクライナ。はい、ということでですね、これね、はい、今回はね、中国が追い込まれるというよりもですね、中国に見捨てられつつあるですね、プーチンが追い込まれてる といいう話でございましたでこのニュース、本当にね、今までね、これ、いろんなちっちゃいニュースがちやわれる形でですね、あのー、ね、あの、なんかネットに流れてたんだけど、ええー、感じでね、これ、上手にまとめてくれてる記事があったんで、ね、ご紹介させてもらいました。え、こんな感じでですね、またね、あの弱っていくロシアえ、弱っていくロシアがですね、またいいニュースがあったらですね、また皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。最後に、こいっていい韓国、韓国、頼むぞ。だめだよ。騙されちゃだめだよ。 ね。あの、ロシアとかと仲良くしちゃダメだよ、韓国。韓国と日本とアメリカというのは手を組んで、きっちりと中国と北朝鮮の暴挙をですね、防いでいかなければなりませんからね。まさかないとは思うけれども、お前、プーチンごときに籠絡されちゃダメですよ。はい、というわけでくまさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。